はい、皆様おはようございます。8月の1日午前10時23分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍100倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はーい、それではですね、本日第1部の配信を行っていきたいと思いますけれども、昨日のね第2部の配信から、約何時間ほどでしょうか。昨日は夜8時ぐらいにね第2部の配信をさせていただきましたので、約14時間ほどね経過、まあ配信だと15時間ぐらいね経過しているような形になっていると思います。皆様お気づきのお分かりの通り、私は今 in 福岡にいる次第でございます。存在しております。はい、私の友人とね、そしてまあ家族と一緒に、ここに、乗り出してきたわけでございますけども、ちょっとねこうまあタイミングが良かったって言ったら、ちょっとこれあれかなり語弊がねもしかしたらあるかもしれないんですけども、一応ね今日からねあちらですよ、やっぱ緊急事態宣言というか、なんですか、飲食店系がねもう8時ぐらいで、まあ、いわゆる閉まるということなので、まあ、昨日はね普通に、ご飯食べに行って、夜はそれこそほら前から言ってたじゃないですか、私の視聴者様ね会いましたよ、会いましたよもうめちゃくちゃお前本当にめちゃくちゃ面白かったですからね、はっきり言いますけども、あんなにお二人と会いました。どういったまず流れか、ちょっと軽めに、ちょっと今日はね、またこう、午前の話、今からちょっとまた出かけないといけないので、ちょっと軽めに行きましょうか。まあ、いろいろあったんですけども、昨日のね、流れ。まあ、昨日は、基本的に家族でね、ご飯を食べに行きましたよ。はい、ご飯を食べに行って、まあ、水炊きを食べに行くかと、いう形で。ほら、私とか私の友人はね、もともとほら、福岡に住んでいたので、そこまでこう、まあ、なんか目新しいものとか、そういったものは特にないんですけれども、私の家族がね、ほら、別に福岡に住んでいたわけでもないので、やっぱりほらね、美味しいものを食べたいということで、まあ、水炊きをね、ちょっと食べに行った。もつ鍋にしようか、水炊きにしようか。ちょっと悩んだんですけど、たまには水炊き食いに行くかと思ってね、水炊きを食べに行って。そっからですから、夜のね、10時ぐらいでしたか、それこそ本当に。まあ、予告していた通りですよ。ちょっとこう、まあ、友人とね、こう、まあ、街の中に、まあ、繰り出しまして、そこからね、ちょっと私のね、まあ、知り合いというか、まあ、私がね、尊敬している方の、まあ、お知り合いの、まあ、昔から私も知っているんですけども、その方のね、お店に、ちょっと顔を出させていただきました。まあ、実際問題ね、その方と会うのもね、まあ、名前をね、言うのは完全におかしいと思います。お店の名前もちょっとね、控えた方がいいのかなというふうに思いますので、あちら、まあ、中洲の方でね、ちょっと顔を出しに行きましてからの、その方と会うのは本当にもう10年ぶりぐらいでした。10年ぶり。あのね、月日が流れるのはとにかく早いと。月日がなんか本当にね、まあ、ほら、面影はあるんですけど、まあ、実はほら、向こうの方もね、私の方を見ても、誰だこの親父みたいな、ね、形でございますよ。で、私が、なんとかさんですよね、みたいな。はぁ、みたいな。なんとかです。私の名前ね。ビットマン TV です。みたいな形で言ったら、おーみたいな。はい。で、そこからね、ちょっともう、そのお店にいた時間はもうかなり短かったですよ。30分ぐらい、まあ、滞在しまして、そこからね、視聴者様とお会いさせていただきましたよ。はい。連絡を取ってからね。で、お二人、時間差、全然そのお二人も知り合いとかいうわけではなくてね、まあ、私が中洲にいるということで、ちょっと連絡をして、まあ、取り合ってね、ちょっとお会いをしました。はい。もう、ほんと楽しくて。で、お一人の方はね、まあ、ある程度すぐ分かったんですけども、ね、これね、もう言っていいって許可出たので、言いますけども、お二人目の方ね、お二人目の方がね、一応私、ほら、一人目の方と、私とね、で、私の友人と、まあまあ、ご飯を食べていたわけですよ。まあ、飲んでいたわけですよね。そして、あともう一人の方がね、ちょっと今どこどこにいるので来ます、ということで、まあ、ちょっと連絡が来て、で、まあ、中洲の、まあ、ここに、いますからね、ここにいますよ、っていうふうに言ったら、まあ、ファミリーマートだったんですけどね、中洲のど真ん中の。ファミリーマート何軒かあるんで、違うとこに行ってたんですよ。で、まあ、一応私がね、どんな服装ですか、みたいな感じで聞いていたら、まあ、その方が、これこれこれと、いうふうに、こういう服装してますよ、というふうにね、まあまあ、おっしゃって、まあ、いただいて、で、私、ほら、私の格好は別に言ってないですし、ね、私の、多分ね、姿見たって、ね、もうこれは言っときますけど、多分ね、初めて会われた方、絶対わかんないと思います、本当に。絶対的にわかんないと思います。これはね、もう自信を持って言えます。はい。もうイメージが違いすぎてみたいなね、こともやっぱちょっとこう言われましたし、皆さんが、多分ね、イメージしているビットマン TV、どんなイメージなのか、ちょっとわかんないんですけど、多分ね、みたいな感じ。なんでかって言いますと、ね、まあほら、まあそれぞれイメージはあるわけじゃないですか。で、その先ほど言いましたように、服装こういう風にしてますよっていう風に、聞いていたので、まあ私は何もね、特徴とか何も言いませんから。でも私はどんな方であっても、絶対に会います。どんな変な人であっても、はい。多分普通に会うと思うんですけど、ね、まあ変な人はいないかなと思います。
ますけどね。そしたら、その服装のね、いわゆる特徴のある方がわーっと来たわけですよ。私の前の、ちょっとこう、10メーター、15メーターぐらい離れたところから、もう私は認識してました。あ、もう完全にあれやんと。もう完全に持ってきやがったみたいなね。もう完全に来やがった。まあ、あれやんと思って。で、まあ、向こうのね、まあ、ほら、視聴者様の方は、うん、まあ、ちょっとキョロキョロし気味みたいなね。わかりますよね。で、そこで私が、まあ、普通はね、ちょっとびっくりすると思うんですけども、ね。しかもほら、中洲のど真ん中なんで、わかりますでしょ？ほら、夜のお店とかがね、やっぱりあって、うん。まあ、キャッチの方とかは全然いないんですけど、ほら、わかりますよね。あの、夜のお店をちょっと紹介する的な人、いるじゃないですか。うん。あ、だから、まあ、別に私がそういう感じじゃな、そういう感じなのかっていうと、そういう感じじゃ全然ないんですけども、もう私は、もう自分で言うのもなんなんですけど、もう本当に爽やか。もう、それ以外の言葉がね、真面目に見つからないぐらい爽やかなんですよね。で、そういった私が、ね、いいですか？爽やかなんですよ、皆さんね。そのキョロキョロしている視聴者様のね、わかります？腕をね、いきなりポンと取って、ね。腕をポンと取って、ちょっと肩組み気味に、じゃあ行きましょうみたいな形で、わかります？こう、腕をポンと取って、肩をね、こう、掴むというか、ちょっと肩を組み気味に、じゃあ行きましょうかみたいな形で、いわゆる誘う的なやつですよ。それをした瞬間に、その方は当然私ってわかってないですから、ね。もう完全に目が、みたいな。誰この親父みたいな形で、ね。ほんとね、あの時の反応完全に、もうね、なんていうんですか、もうビデオに撮ってたらね、完全にあれバズりますからね。あれ完全にバズってる状態ですよ。はっきり言いますけどもね。その方と、まあもう合流、ほんとにね、腕取った瞬間に、みたいな形。うん。で、私が、ですって言いながら、ね。そうです。私が変なおじさんです、みたいな形でね。そのノリで言いながら、ですよねって言われて、うん。イーサリアムはですよね、みたいな。はい。ビッツコインがキングならってあの時は言いました。はい。お一人目の方はね、さすがにちょっと私をね、ちょっと照れ隠し的な部分はあったんでしょうか。もうすぐね、あ、ですよね、みたいな形で、アクションを、ありがとうございますみたいな形でね、こう言わさせていただいて、あのね、いわゆるあのいつものお決まりのセリフ、うん、これはね、ちょっと言わなかったんですけども、お二人目の方はね、もう肩を組み気味で、もうどこの変なお店に連れて行かれるのかなみたいなね、本当にあれワンチャンキャッチの兄ちゃんみたいになってましたからね、本当に私自身がですよ、キャッチのお兄様みたいになっていて、その方をね、どっかに誘導しようとしてる。で、その方は、何か、どうしたんですかみたいな形で、私です、ですみたいな形で言ったら、あ、ビッツコインがキングなら、です、みたいなね。そういった形でお会いをして、はい。まあ、飲まさせてね、いただきました。で、夜の結局ね、そこからね、だいたい10時、お一人目の方が10時ぐらいにお会いをして、うん、お会いをしてね。で、お二人目の方はね、11時ぐらいに、うん、お会いをして、そこからね、だいたい何時ぐらいでしたかね。うん、4人でね、飲んだんですよ。うん、4人で飲んだんです。はい。言っときますよ。女っ気、もうゼロ。もう完全にゼロ。あのね、あれ、旗から見たら何の集団かわかんないぐらいのゼロさ。うん、これわかります？言ってる意味。いや、会社関係にしては、みたいな。服装も違いす、まあ別に私も普通なんですけども、うん、なんかこう違いすぎるし、みたいな感じ。まあまあ結構ね、面白かったでございますので。で、それから2時ぐらいまで、飲みましたね。3時間ぐらい飲みましたかね。3時間ぐらい飲んで。で、1軒目はね、まあお名前は伏せますけれども、うん、本当にね、ちょっとごちそうになっちゃって、本当。ありがとう。本当にごちそうになっちゃったね。もういいのかと。結局ね、私の友人も言ったんですけれども、まあ、そのね、まあ、その、一緒に、飲みに行ったんですけども、まあ、私がほら、そのお二人目の方を迎えに行くときに、ちょっとこう行ってくるから、みたいな。んで、もう出るんだったらちょっと、いるからね、みたいな感じでね、言っておったわけでございますよ。はい。そしたらもうね、テカって来て、会計ね、まあ、私の友人に言っていたんです。うん、ちょっとこう、払っといてね、みたいな感じで。うん。そしたらもうね、もうその方がね、本当に優しくてですね、視聴者様ですよ。もう本当に払ってくれるという奇跡も、本当にごちそうさま。本当にありがとう。本当に嬉しい限りでございます。ありがとうございます。はい。そこから、2時ぐらいまで、まあ4人でね、わちゃわちゃ飲んで、うん。まあまあ、相和的な話はね、そこまで深くはしてないんですけど、うん、どんな感じでやってるんですかとかね、FX 関係はどうですかとか、まあ、私の、うん、このチャンネルのね、ちょっと顔、どんな感じで、まあ、実は私と会ったことがないので、どんなね、方をイメージしてましたかみたいな感じでね、いろいろわちゃわちゃ喋っていたら、まあね、ほら、前ちょっとあった、清さんって覚えてます？あの、ニューヨーカーのね、私の兄貴って言ってるんですけど、うん、兄貴がね、私にも言うと、結構、ひょろい感じで、茶髪のちょっとひょろい感じの兄ちゃんかなと思ったら、もう全然イメージが違うみたいなね。もうほんとに、そのね、反応がもうマジで面白いんですよ。だから、絶対的にね、私、もうこれはほら、昨日もね、それこそ4人で飲んだって言いましたけども、その時にも、もう何べんも言いましたし、うん、もうやっぱり日本全国をね、もう行って行こうか、絶対行くべきだと、これは。で、その昨日飲んだ、視聴者様のお二方もね、いやもう絶対いいんじゃないんですかと。うん、だからほら、わかりますよね、なんかね、普通の YouTuber の方ってね、そんなこと多分しないと思うんですよ。これ前も言いましたけども、私もね、ほら、顔がバレたくないから、なんていうんですか、
あの顔出ししないとかね、もうそういったわけじゃなかったんですけど、まあそのほらお会いした時の反応をねちょっと楽しみにしたいなと思って、ちょっと顔出しはね本当ねちょっとねやっぱこう控えていこうかなちょっと思った次第でございます。はい、ちょっと控えてもいいかなみたいな。でもし例えばライブとかやるんであれば声も全然違うんですよ。うん、声も全然だって今 1.3 倍補正してますから、だからもしねライブとかやるんであればちょっとそこも結構悩んでいる。まあ顔出ししても全然いいんですけどもね、ちょっとそこも いろいろちょっとほらなんかおいおい考えていきたいなと。うん、私もあのわた多分ね皆さんが、いやこれ嬉しいことにですよ、皆さんが私に例えばもしね会いたいなってこう見てみたいなって思う気持ち多分あると思うんですけど、多分ねその10倍ぐらい私逆に思ってますから、これ本心です。じゃなかったら合わないです。普通に合わないでしょ、普通にそう考えると。うん、私は逆に本当に皆様にね本当に会ってあの本当にお礼が言いたいんですよ、あの本当に直で。うん、だから会いたいなと思って、その地方に行ったらね、だから皆さんからいただく、昨日もねコメントでありましたし、沖縄であるとかね、大分であるとか、うん、あとはどこでしたか、兵庫県とかもありましたかね、あとはまあ東京とかも普通にありますし、まあいろんなね地域がありますけれども、やっぱりこう話に上がっているところはね必ず行かないとね、あのこれ行かないといけないという私のこれ使命でございましょう。どう考えたって、だって私がですよ、うん、勝手にねバン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 こんなにアホみたいに喋りまくってですよ、それをね聞いてくれてる皆様、うん、ここはやっぱりね会いたくないなんて思えないです。むしろ会って直接ねお礼も言いたいですし、本当にねみんなでねガチャガチャね飲みたいんですよ、本当飲みたいんです私は。うん、でこういろんなね本当に話をしたいですし、ね、昨日もだから本当に面白かったです。はい、みんないろんな仕事してるなーと思いながらね、でその時も言いましたけれども、やっぱりね YouTube をやる、うん、ここに対してはね、やっぱりほらお金を稼ぎたいからいるっていうのは当然でございましょう、あの相場の中にね、ですからほら FX 関係をやられていない方がお一人いたんですけれども、どんな風にやればいいんですかみたいなね感じでこういろいろ話をしてたりとか、例えば FX をやる時と例えば短期保有目的の現物をやるときはね、何かが違うんですかみたいな、まあそういったこともね、まあまあちょっと軽めになんですけども話をしてね、まあほら飲みの場ですからね、なかなかそういった深いところまで話をするっていうのはね、もうこう わかりますよね、なんとなくね、まあそれよりもまあバカ話の方が意外と好きなので、あですけどまあまたどの道会えますよ、どう考えたって。はい、あのこれ一回きりでどうのこうのとかするつもりないんで、あの別にね、あのいろんなところに行った場合、例えば福岡とかだったらね、あのまた私福岡行くからあのまた飲もうぜみたいな感じでね、こう声かけさせていただいて、うん、まあいいんじゃないですかっていうことね。でまあその方と写真もね、こうやっぱり記念でしょというか、別にそのなんていうんですかね、私からね、撮りましょうかってこんなねアホみたいなこと言う人間じゃないので、お前有名人気取りかで、いや全然もう私はこれこの前から言ってますけど、本当にそこら辺にね突っ立っている、本当にそれこそ本当におっちゃんです、おっちゃん。うん、だからそのおっちゃんが、いわゆる仮想通貨業界の話をねてかちょっとね、詳しく面白おかしくまあしているという感じでございますよ。うん、ですから私から言ってないんですけど、まあまあね、ちょっと写真撮りましょうよみたいな感じでね、私も言われたんで、全然いいですよ全然いいですよって言ってね、私の友達もなぜか謎の私の友達も入るというね、だからこういう順番でした、いいですか、向かって、右から私の友達で私で視聴者様で4人並んでたんですよね。で写真撮りましょうよって言って、いやいいですよって言って、なぜか私の友人が隣に入ってくる、あれなんだったんですかね、ごめんなさい、あの私の友人に後で謝ってきます、こんなこと言っちゃったって言ってね、ごめん、あれってみたいな感じでね、うん、なんで入ってきたのみたいな感じで、それは全然思ってないですよ、思ってない。4人で写真撮ってね、うん、で、それから、いいんですかって言うと、いや、全然いいでしょ。だって、そこら辺のおじさんと写真撮ってくださいって別にいいじゃないですか。そういうことなんですよ。うん、ですけど、これ前も言いましたけど、いいですか ?10 万人超えたらどうします皆様。やばす。やばさ。私は10万人を超えたら、インフルエンサーとね、自分で、は思いますから、10万人を超えるまではね、インフルエンサーなんて言えませんし、1万人を超えるまでは YouTuber なんて口が裂けても言えないでしょうと。まあ、YouTube 大好きおじさんとは言ってるんですけどね。はい。お願いいたしますよ。はい。そういった形で昨日はね、楽しい一日を送らさせていただきまして、本当にお二方ありがとうとね、わざわざ来ていただいて、うん、本当に嬉しゅうございます。また福岡来た時はね、また、予告をしますので、その時はね、お暇があればぜひ来ていただければ、あと他にね、ちょっとバイト中で行けないんですよとかね、いう方も、あとね、2名ぐらいね、実はいたんですよ。うん、2名ぐらいいてね、またその方には、うん、またほら、どの道、別にそんな遠い距離じゃないので、別にアホみたいに遠いわけじゃないでしょ。だって、車で飛ばせば、私ほら、九州の南の方なので、3時間ぐらいあれば着きますからね、実際問題ね。だから、まあ、ちょこちょこ来たりもね、しますでしょうし、うん、あとはね、私が個人的にね、兄さんって、まあ、昔も20年、あ、20年じゃ、10年ちょっと前ぐらいからね、まあ、普段の、普通の仕事の方で福岡で働いていた時の、まあ、私がね、兄さんって言っていた方がいるんですけども、はい、名前はね、あれですけどもね、その方はね、一応ね、まあ、
詳しいことは言えないんですけど、九州のね、どこかにちょっとこうね、来るらしいので、うん、まあ、引っ越してくるらしいので、新しくね、まあ、新規一点という形でございましょうか。まあ、新規一点とね、こんな偉そうぶってますけれども、私のね、おそらく何百倍もすごい方なんでございます。はい。その方がね、九州のあるところにね、来るということなので、まあ、そこのね、地域の方にも、私ちょくちょくね、足を運ばさせていただこうかなと思いますので、その時はね、また、うん、YouTube の方でね、ご案内をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。はい。もしかしたらね、私ね、このチャンネル名をね、その方に、ちょっとお伝えはしておりますので、もしかしたらね、聞いているかもしれませぬ。兄様、昨日申し訳ございませんでした。いきなり電話をね、しちゃって、ちょっとこうね、わかりますよね。いきなり、何やこいついきなり電話してきてって多分思ったと思うんですけれども、ね、今どこにいますかみたいな、今自分福岡にいるんですけど、今兄様どこにいますかみたいな感じで、ちょっとここね、いらっしゃらなかったので、なかなかタイミングが、合わなかったんですよ。そうなんですよ。ちょっとタイミングが合わずじまいでね、ちょっと残念な気持ちもあったんですけれども、もしね、チャンネル名、お伝えしておりますので、もし聞かれているんだったら、お前、アホやなーってね、すいません。思っているかもしれませんけれども、はい、頑張らさせてもらっております。よろしくお願いいたします。はい。ですから、あとはね、まあまあそういった形で、うん、まあまたね、明日ですか、私福岡帰ります。うん、ですから今日一日ね、今は私の嫁は、うん、博多市の方にね、行っております。で、私も収録終わったら、まあ、すぐ向かっていこうかなと思ってる次第でございますので、皆様、ぜひとも第一部の配信楽しんで、ご視聴なさってみてください。よろしくお願いいたします。レッグアウト。はい、行ってみたいと思います。ちょっとサクサクいきますね。はい。ごめんなさいね。前置きが長くてでございます。はい。楽しい昨日の一日だったな、ということでいきます。まず、ニュースがお一つと、チャート分析がね、もう今日も4通貨ぐらい。うん。ビットコインとイーサリアム。あとは、ちょっとリスクが元気が良さそう。うん。で、あと、ライトコインあたりを見ていきましょうかね。よろしくお願いいたします。はい。それではまずお一つ目。もうちょっと、前置きがね、結構長い。ほんともう、前置きマン TV やないかい。そうなんです。前置きマン TV なんでございます。よろしくお願いしますよ。はい、いきます。NFT が、いいですか？女性を仮想通貨の世界にね、引き寄せるための良い道筋となると、何のこと言っちゃってくれてんのみたいなね、形でございますよ。はい。あとね、やっぱりね、なんて言うんですか、やっぱりこう、私と例えばね、会うのがね、やっぱりほら、こう、恥ずかしいとか、多分思ってらっしゃる方も、もしかしたらいるかもしれませんけども、全然ね、気にしなくて結構ですしね、はい。例えばほら、私ほら、前から言ってるじゃないですか、それこそこの女性とかの話ね、仮想通貨業界に、まあほら、例えばですよ、FX であるとか株とかね、あんまり女性がやっているイメージがないんですけど、仮想通貨って結構女性の方がね、入っているっていうのもありますので、うん、はい、それこそ、びっくりしますよ、皆さん。それこそ、本当に。まあ、これはコメントであったからいいかなと思うんですけども、私のね、動画のコメントの方にね、今、80歳を超えたマッダームの方がね、マッダームの方が、実はね、仮想通貨業界やってるって連絡が来たんです。で、連絡ってコメントが来てたんですよ。だから30年後ってほら、私言ってますでしょ？ 30 年後にね、とね、どうのこうの言ってるんで、30年間喋り続けますよ、と言ってますよね。30年後だったら私110歳超えますわ、みたいな、はっはっは、みたいな感じで。みたいな、もうすごいなと思って、もうわかりますよね。だって、普通のね、方々が、ある意味敬遠している分野をね、80歳の、まあ、いわゆるね、いいね、お年を重ねてらっしゃいます、マッダームの方がね、入ってらっしゃる。これは、素晴らしいことじゃないですか、皆様。うん。そこにちょっとね、ほんとね、コメント見た瞬間で、私、ほんと冗談できて、鳥肌がブワーって立ちましたからね、すごいな、この人、みたいな。うん。だからもう、そういった方とかとね、ほんとにお会いしてね、ほんとにちょっと喋ってみたりね、したいですし、ほんとに楽しそう。うん。もしね、ほら、そういった方々で、うん、会いたいけどな、ちょっと恥ずかしいな、みたいなね、思う方がいるんであれば、別に、例えば友達連れてきたりとかしてもね、構いませんし、それはそれでほら、面白そうじゃないですか。縁が広がるね、可能性もありますし、昨日もそれこそ、視聴者様ね、お二人、いろいろちょっとこうね、わちゃわちゃ、お二人話してましたしね、うん、どんなことやられているんですかってね。まあその中でほら、例えば気が合う方とかがいれば、まあほら、まあ、個人的にっていうかね、連絡先を交換してもいいでしょうし、うん、あとはやっぱりね、一番私的にはほら、このね、コロナ禍の中でやっぱり最もしたい、私が一番したいのは、うん、やっぱりね、飲食店関係の方、のお店にね、行きたい。はっきり言いますよ、普通にお金払いますから、大丈夫だ。そこに対して山本もいいですとか、そんなんで絶対な、それはさすがにしませんよね。絶対、いや、むしろぼったくれぐらいの勢い、それやめてくださいね。はい、ですからもう行ってね、ちょっといろいろ、うん、そこのお店でね、やっぱりみんなでご飯食べたりとか、うん、そしたらほら、動画の中でまたお店の名前もね、言えたりしますので、またこう、いろいろなね、私じゃなくて皆様自身のね、縁ができるじゃないですか。それいいやんっていうことです。それ素敵やんっていうことです。これ前から言ってるけど、それ素敵やんってことなんでございますよ。はい。2回言わさせていただきました。申し訳ございませんね。はい。そういったことでございますので、はい。またね、どんどんいろいろね、旅行にも行きたいなと思っておりますので、もしね、お住まいの、ところの近くであればね、ぜひとも、うん、ご連絡を、くだされば、お会いしましょうということでよろしく。
ほら、今回は中洲だったので、よくね、土地柄的にも、まあ、福岡だったので分かっていたのでね、次はほら、ちょっと違う新しい土地に行ってね、ちょっと自分自身もワクワクしたいなと。うん、そんな時はこうね、ご飯を食べに行くところ、ちょっとこうね、まあまあ、視聴者様のお店だったらそこに行きたいなというふうに感じておりますし、そういうわけではないんであれば、ちょっとね、皆様がちょっとこう知っているお店にね、皆様が例えば、皆様のお友達がやられているお店とかね、そういったところでも全然、構いませんでございますよ。はい。昨日もそれこそ、視聴者様のお知り合いのね、バーに行こうかって話をして、ほら、久々に来ましたから、中洲とかも。うん。だから、お知り合いのね、バーに行こうかっていうふうな話をしてたんですけども、ちょっとね、席の都合で、うん、ちょっとあの、席がすごい、なんですか、普通に、お客様がね、いる形で、ちょっと時間的に、厳しかったんですよ。うん。ですから、私がね、一応、まあ、前行ったことがある、ところにね、行かさせていただきましたけども、はい、よろしくお願いしますね。はい。まあ、そういった形で、まあ、ぜひね、お会いしましょうという形でございます。はい。もう全然気兼ねなく来ていただいて構いませんよ。はい。女性の方は本当にね、ちょっとこう、喋ってみたいなというか、会ってみたいなという感じはしますね。うん、どういった感じでやってるのかとか、普段どんなことして、で、ほら、私のチャンネルなんで見てくれたんですかとかね、そういったのも聞いてみたいですし、うん。まあ、いろいろ皆さん、大人数で集まってね、ワイワイガチャガチャやるのは絶対的に楽しいと思いますので、その時はね、私のね、あまりにも違いすぎて、お前かよって多分言うと思います。皆さん、みたいな。いや、どうですか、そう思いますかね。まあ、それはそれでね、ギャップがありますねって言われます。やっぱり、うん、ギャップがみたいな、もう喋っているこのビットマン TV の中と、あなたですかみたいな。だけどやっぱりね、初めは全然思わないと思いますけど、やっぱり徐々に話しているうちに、あ、わかるってなるらしいです。はい、私のこのノリであるとかね、そういった部分も含めてでございますので、よろしく。まあ、皆様をね、おしゃべりで楽しませることはできるかもしれませんので、本当にね、楽しい飲み会ができると思います。よろしくお願いしますね。また違うところ行ったら、お声掛けします。で、逆に、九州の南の方ですよ。うん。まあ、いわゆるもうわかりますよね。鹿児島、宮崎の方のね、方は逆に言ってくださいよ。うん。言ってくださればね、行けますしね、すぐね、パリッと行けますので、そこで何かしらやられている方がいたらね、よろしくお願いいたします。はい、ごめんなさいね、行きます。で、ここね、仮想通貨業界女性、うん。で、女性への仮想通貨のね、普及活動を行っている、いいですか？ウーマンイン、ブロックチェーントークスの創設者である、ラビニア・オズボーン氏は、いいですか？男性が、大勢を占めている仮想通貨やブロックチェーンの世界への、はいはい、参入方法を模索している女性たちにとって、まあ、やっぱりね、こう、男的なイメージが強いですもんね。うん。で、NFT、いわゆる非代替性トークンが、そのきっかけとなる可能性があると見ているということですね。NFT です。はい。で、オズボーン氏は、コインでテレグラフに対してね、パンデミックが未だに収束せず、多くの国で、人々が、うん、職を失う、うん。あとは銀行に行くための外出ができない。うん、あるいは、その他のね、懸念などにより、財政的な困難にね、陥っている中、うん、これによって、他の職業から離れざるを得なくなった多くの女性たちが、仮想通貨や、うん、ブロックチェーンの世界に流れ込んだ可能性があり、はい。最近の NFT の急増や、メディアによる報道もね、相重なって、芸術やその他のクリエイティブな分野で活動する多くの人々にとって仮想通貨がね、より身近なものになってきているとかだったんでね、これね、前言いましたけど、はっきり言いますよ。仮想通貨業界の盛り上がりって、ちょっとね、私ね、女性が握ってるんじゃないかなと本当に思ってるんですよ。あのね、真剣に今これ言ってるんですけど、本当に真剣に思ってない。どう、だからちょっとなんか真剣なんだ。いや、そういうことなんですよ。うん、書いてあるような感じでも被りますけども、やっぱり今までね、株であるとか FX であるっていうのは、やっぱり結構男の方が、男性の方がね、結構メインっていう感じのイメージがするじゃないですか。イメージ的な問題ですよ。いや、実際には女性としてやられてる方もバンバンいると思うんですけども、なんか女性でやっているっていうのはそうね、大広げにしない方もいるじゃないですか。ですけど、ほら、前も言いましたけど、仮想通貨ってなんかね、可愛いイメージもあったり、いろんな通貨があったりとか、逆に仮想通貨だけじゃなくて、こういった NFT とかね、こういったコレクションって、コレクティブル的なもの、コレクション的なもの、そういったものもありますのでね、やっぱり女性が入りやすいっていうのが一つね、ものすごく大きな市場になる可能性の秘めている場所なのかなという感じがいたします。だから、女性がね、多分キーワードだと思います、本当に。だから、メディアの方に、女性が仮想通貨系の何かとして露出してくれれば、かなり盛り上がりがね、すごくなってくるんじゃないかなって本当に思っておりますので、やっぱりこういったニュースね、プラスとして捉えておきましょうということです。うん。女性がね、やっぱりね、うん。まあ、で、その女性を引きつけるのが NFT じゃないかっていうふうに言ってるんですよね、これはね。はい、で、続きいきますよ。で、オズボーン氏は、人々はですね、NFT に目を向けて、うん。実際にそのテクノロジーについてはわからないけれども、他とは違うというように感じ、いいですか？ NFT でお金を稼いでいる人々についての、うん。様々な話を聞くと、どうしたら自分もね、参加できるのだろうかというような具合になるんですよ。はいはいはい。で、私は、NFT は人々がね、
ね、仮想通貨の世界に参入するためのいい道筋であると思うというふうに述べております。これは間違いないですね。男性よりも意外と女性の方が NFT 受けはするかもしれませんね。はいはい。で、ウーマンインブロックチェーントークスの創設者であるね、オズボン氏が NFT は参入への一つの道筋となるものの、仮想通貨やブロックチェーン企業では依然として女性の就業率の低さがね目立つと指摘をしていると、で、同氏によるとテクノロジー業界で働く人のうち女性が占める割合は約 34%、 はいはい、ブロックチェーン業界で働く女性はわずか 12% に過ぎないと。なるほどね。1割ぐらいってことでしょうね。で、オズボン氏はテクノロジー、ブロックチェーン、科学、あとは、エステム、分野、科学、技術、工学、数学、分野は、女性のための世界であることを示すというふうに言ってますね。で、キャンペーンで、この格差をね、是正することを提案をしていますと。で、女性たちが長く続けられるキャリアを望むので、あれば、前に述べたような世界を見据えなければならないと。で、伝統的に、それは圧倒的に男性のものであり、それに抗うものは全く存在をしなかったと。また、より多くのね、女性の参入を望むのであれば、これ私です。はい。女性にスポット、もうほぼ一緒みたいな感じじゃないですか。女性にスポットライトを当てて、女性たちが他の女性に目を向けて、この仮想通貨の世界が自分たちにも適していることを安心してね、感じることができるようにする必要があると、オズボーン氏が述べていると。この方ね、私とね、もしかしたら対談したことがあるかもしれないです。はい、申し訳ございません。調子に乗りすぎました。ごめんなさい。私みたいな一般ピーポーが、こんなね、ニュースになるような偉い方と対談ができるわけないとね。ないということでございますけれども、まあ、考えてることは一緒かなと。おそらく男性陣もそうでしょう。多分ね、女性が仮想通貨業界のキーを握ってますよ。キーを握ってます。だから逆に言うと女性はね、まあ、初めは恥ずかしさがあるかもしれませんけれども、仮想通貨やってるよーというふうにね、やってますよっていうのがやっぱりね、こう、なんか恥ずかしさがあるかもしれませんけれどもね、それが徐々に当たり前に言えるね、もしかしたら本当に世の中になってくる可能性は大いにありますから、ほら、投資という側面とそれ以外にですよ。だから、そこが大きいんですよ。そこが大きいんです。この仮想通貨業界っていうのは、わかりますよね。言ってる意味ね、そういうことなんですよ。だからおそらくこの方が言いたいのは NFT がってね、一つに絞って言ってますけども、それ以外でも仮想通貨が関わるところって、ブロックチェーンが関わるところって結構いっぱいあると思うんですよ。てかむしろ今後いっぱい出てくると思うんですよね。だからそういった意味で言うと、今までとちょっとなんか違うなと。だから株とか FX だったらもうほら、それをやるイコールお金稼ぎみたいな、わかりますよ。なんかね、イメージ的にそれをやるイコールお金稼ぎイコール男性みたいな感じに多分繋がっていってると思うんですけど、例えば仮想通貨やってる、でもブロックチェーンとかね、そういったものも含めて全てのものを含めての仮想通貨という話になってくるでしょうから、ですから、ブロックチェーン分野よとか、いわゆる仮想通貨業界ね、そういった形よとかね、それがごく当たり前に言える社会がね、もう多分すぐ本当にそこに来ているような感じがしますので、女性がね、やっぱりこの業界、さらにそういう風になることによって、女性がさらに入りやすくなるっていうね、相乗効果ね、生まれてくるんじゃないかということで、今までのね、株とか FX をやられている人数よりも、はっきり言ってポテンシャル、いわゆる人数がワンチャンね、多くなる、一番その業界が多くなる、分野が仮想通貨業界になりうる可能性が全然ありますので、そういった意味でもね、もう石にかじりつくレベルで細かく小さくでもいいから、ちょっとは少しでもね、関わりを持っておいた方がいいかもしれませんね。ワンちゃんほら、それが逆に先ほど言いましたけれども、密かにお金稼ぎの方にね、いわゆるそっちのお金が稼げるという情報もね、ゲットできるでしょうし、まあ一石三鳥、一石四鳥ぐらいにねなると思いますから、まあとにかく、女性の方も男性の方もね、今後は、やっぱり仮想通貨業界期待できる部分ですし、NFT だけじゃなくて他にいろんな間口がね、できてくれば、よりさらにそれがね、いわゆる皆様の今入っていない方のね、背中を押す感じになるのかなという風なね、感じがしております。はい、これで、本日はニュースね、以上とさせていただきます。はい、そして本日のチャート分析、パパパプーパパプーパパプーパワーお願いいたします。やっぱりね、昨日はね、最後にお別れするときにね、私の最後のセリフですよ。あれをね、普通のナチュラルボイスで言ったんでございます。喜んでいただきました。はいね、お別れするときにね、また会おうぜってね、はい、最後言います。よろしくお願いします。はい、行きます。まずチャート分析。はい、ごめんなさいね。まず、こちら見ていきましょう。ビットコインなんですけれども、ちょっと軽めにね、行きましょうかね。ただいまの価格が、41,700ドル付近をね、推移しております。はい。日本円で457万円あたりを動いていると。で、ちょっとこれ伸ばしておきましょうか。この、これは消しといていいですかね。今、時間軸的にそこまで到達はしないかなと思います。こういった形で見ておきましょう。はい。やっぱりね、どうでしょうか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10日、10
あ、え、でもですね、1、2、3、4、5、6、7、9、10、うん、10日連続だ。11日連続はならずじまいで、11日目にして、うん、いわゆるね、冷やしレベルでの陰線をつけてきた格好になりますので、そこはちょっと要注意でお願いしますね。要注意です。うん。ですから、今実際は、上じゃないの？いや、基本的に目線は上です。上なんですけども、やっぱりね、10日連続、ほぼほぼ最長でしょ？ 2013 年あたりにあったんですかね。ほぼほぼ最長からの陰線つけてきているので、ちょっとここはね、不安になる方が出てくるかもしれませんので、ちょっと金額帯的に伸び悩む可能性があります。ですけど、冷やしレベルでやっぱりね、昨日のこの実践部分を超えていけば、ですから2万2000ドル超えじゃないですか。うん、2万2000ドル超えましたもんね。だから2万2200ドル。昨日の実践部分での、この冷やしね、この上端値を、うん、ここね、を超えていけば実践として、また上にぐんと確実にこれね、4万5000を狙ってくるような形。もう昨日もね、届かなかった。もういつまで言うのみたいな。いやいや、まあ一応4万5000ドルを目指しているのは明らかですので、そこに対する期待感を持っていきましょうと。で、今冷やしレベルで、やっぱり短期の移動平均線が支えになっています。で、MACD 線右上がりで申し分ないでございます。はい。で、こちらでございますよね。うん。4時間足レベルだとね、今、MACD が右下がりになっているんですけど、まあ、雲もね、ずっと上にこう右上がりの状態に来てますので、もう強気相場ずっと継続中よということでございますから、一応このね、安値を切り、あ、結んだ、うん、この安値を結んだ、まあ、いわゆるトレンドライン、サポートラインですよね。ここを割り込むまでは、一応まあ、ある意味安心しておいていいのかなと。ですから、いいですか？逆にこれですよ。ここね、押し目を作ってきて、いわゆる落ちてきて押し目を作ってきたら、この部分でのエントリーは推奨でございます。推奨でございます。はい。分割エントリー、でもいいですし、短期、並びに FX 関係。まあ、いわゆる短期であればね、まあ、ほら、もし落ちてきた場合、損切りをするのか、もしくはそれを長期保有目的に回していくのかっていうイメージが違うでしょ。 FX はもう割れたら完全にシビアに切っていかないといけないので、もう割れたら切っていくみたいな形でね、話を進めていけばいいかなと思っております。はい。よろしくお願いしますよ。うん。このね、サポートラインを割れ込んだら、まあ、ですからもうちょっと幅を持たして、例えば3万9000ドル、うん、3万9000ドル行き過ぎですかね。今からね、こう考えると、どうでしょうか。ちょっともじもじしてて、出来高がぐーっと入ってきているところとかを考えると、どうでしょうかね。この付近、やっぱり、ちょっとごめんなさいね。まあ、ここら辺からよく入ってきてますので、やっぱり3万9000、ちょうどそうですよね。出来高が入ってきているところがここ、大幅上昇ここですので、3万9500とかをね、割れ込んだら逃がしていくのが、損切りをしていくみたいな形で、それまでは、ヒゲつけてポーンって戻ってくる可能性もちょっとなきにしもあらずなので、3万9500ドルぐらいを割れ込んだらね、逃がしていってもいいのかな。4万ドルぐらいで、いわゆる、短期並びに FX 入っていただいて、どうでしょうか。3万9500、それはちょっと短すぎます。3万9000ドルぐらいですか。そこを割れ込んだらね、まあ、1万あたり1000ドル幅ぐらい、損切りをしていくのがいいのかなって感じがいたしておりますので、そうなると次の支えが、まあ、雲ぐらいですからね、雲ぐらいなんですよ。ですから、もっともっと、余力がある方であれば、雲の中に突入するまでは持っておこうかなとかね、ここで反発をちょっとこうで狙って上にぐんぐんぐんって上がってくる可能性もありますのでね、そういった形で持たれてもいいのかなって感じがいたしております。まあ、とにかく落ちてきた時のサポートライン上での買いは、いわゆる押し目買いとして推奨でございます。反発の上狙いね、ここを目指していけるかなという感じで捉えておいてください。はい、次行ってみましょう。行きます。行っちゃいます。はい、サクサク行きますね。ごめんなさいね。私の嫁は今行って、友達とね、息子、子供たちがちょっと待っているので急ぎます。はい、イーサリアムなんですけれども、ただいまの価格が2560ドル付近をね、推移しているような形になっております。うん。で、こちらね、もう来ましたよ、皆様。来ました、来ましたよ、皆様。はい。今、これ、まさに、これが、ロングチャンスの場所、ということでございます。はい。2560ドル付近ね。ここは、いいですか？長期の移動平均線、ここだけ見ておいてほしい。はい。ここを今、支えとしてますので、ロングチャンス、以上です。はい、以上。これね、今から上に2900ドルを狙っていくような形になってくるかなと思いますので、ちょっとこれね、配信があるときに、まだ今の値打ちでステイしているんであれば、ちょっとロングチャンスとして捉えておいてください。はい。これはチャンス。で、もしね、2500ドルを下に割れたら、損切りしましょう。今、30ドルって言ってましたもんね、私ね。今これ、ロングチャンスよーとして捉えておいてください。はい。上は2900ドルを目指していく形。もし割れ込んだら、2000、ここです。次は2400ドル付近。ここね、いわゆる、わかります？上昇チャンネルを描いていたんです。こういった形で。上昇チャンネルを描いていた時の、いわゆるね、このレジスタンスラインぐらいまで落ちてきて、押し目を作ってぐんと上がってくる可能性がありますから、もし割れ込んだら、2400ドル付近で、2450ドル付近での押し目買いは推奨ですよ、というのはね、押さえておいてください。はい。8月4日前までに落ちてくればチャンス。そこまでに、まあ、落ちてこなければね、もうちょっとほら、売りが入る可能性もありますからね。まあ、それはちょっとこう、イエスとは言えないんですけども、8月2日、3日、2日ぐらいまでですか？ 2 日前ぐらいまでにね、落ちてくればチャンスよと。まあ、でも今はとにかく上の2900を狙っていくフェーズに入ってくるかなと思いますので、ここはね、短期並びに FX の方であれば、ロングチャンスとして捉えておいてください。はい。で、昨日もね、視聴者様にお会いしましたけれども、うん、まだね、FX はやっていないということでね、まあ、その方にも、まあ、言いましたけれども、うん、初めはある程度現物を中心に
にやっていくのがいいでしょうと。で、まあ、ある程度そういった心のゆとりができた時にね、やっぱり、うん、FX 関係はやるべきでしょうし、まあ、初めからほら、まあ、2倍とか3倍である程度自分で制御ができる方であれば、まあ、やってもいいかなと思いますけども、基本的にほら、FX とかをやる方って、そこで現金をゲットして仮想通貨に回したいと思っている方もいると思うんですよ。だったならもう初めから現物がいいんじゃないのかなという感じでございますよね。まあ、ごめんなさい。もしね、FX やりたい方がいるんであれば、これごめんなさいね、前々からもほら、案内をさせていただいているんですけども、こちらのね、真ん中の段の一番上、バイビットというところを私が普段使っております。うん。あとはね、最近も言いました、ビットポイントね、一番下。うん。ここは国内の取引所で、トロンを扱っている唯一の取引所になりますので、ここもね、ぜひとも登録をしていただければと思いますので、リンク貼っておきますので、説明欄、概要欄にね、ぜひとも活用してみてください。お願いいたします。はい、申し訳ございません。そしたら次行きましょうか。ちょっとね、ロングチャンスのものになりそうなのが来た、ということでしょ？ありましたので、ここもそこ、うん、それ、うん、来ましたね、皆さんね。リスクがなんとかね、3.8 ドル。うん。ああ、よかったよかった、という感じ。昨日でしたか？私がね、あちらほら、FX 並びに短期でロングチャンスよ、というふうに、何通貨かね、言わさせてもらったんですけども、リスクも入ってましたかね？入ってなかったら申し訳ないです。多分入れてたかなと思うんですけども、うん。佳境に差し迫っているものを、ちょっと案内をさせていただきました。多分、言ってなかったですかね。言ったかもしれないですね。うん。ですから、ごめんなさいね。なんか声がおかしくなりました。うん。入られた方であればね、もう今、いい利益が取れていると思いますので、ある程度流していったかなと思います。うん。で、もう一回ね、あと何足かぐらい、ここのね、3点、今、8、9ドルなんですけど、まあ3点、この青いライン上で、タンタンタンと持ちこたえるようであれば、もう一回ロングインして 5.3 ドル狙えるような形になっていくんじゃないかなと思いますので、もし余力があったりする方であればね、ぜひともチャレンジしてみてください。今、リスク401円ですから、5.3 ドルであれば、560円ぐらい、1枚あたり150円ぐらいの利益、150円以上利益がね、取れると思いますので、よろしくお願いいたします。はい。短期並びに FX、今チャンスよーということで押さえておきましょう。もし割れ込んだとしても、ちょっと我慢できる方であれば、この短期の移動平均線が1時間足レベルで追いついてくるぐらいまでね、ちょっと損切りを、ちょっと我慢しても、置いてもいいんじゃないかなと思います。はい。1時間足レベルで、ここね、サポートとしてもう一回パーンと上チャレンジしてくる可能性がありますので、ちょっと持っておいてもいいのかな。もう我慢できない方であれば、もう青いラインをパンと割れたらすぐ損切りをするとかね、そういった形でしていきましょう。まあ、ヒゲつけて戻ってくる可能性があるという意味合いでいくと、まあ、ビットコインの基調を見ながらね、ちょっと見ていくのがいいかもですね。うん、ビットコインの基調が良ければ、割れたとしても、おそらくこの短期の移動平均線で、支えが入って上にクンと行くと思いますので、そこは、よろしくお願いいたします。はい。一応ね、ある程度ご自身の資金でございましょうから、ちょっとご自身の資金との兼ね合いをね、見ながら行ってみましょう。お願いいたします。はい。そして今日の最後でございますね。いきまーす。リスクですね。あ、ごめんなさい。ライトコイン見ていきましょう。はい。ライトコインですね。はい。ライトコインなんですけども、ただいまの価格がね、147ドル。うん。日本円で1万6000円ぐらいですね。で、これなんで取り扱ったかって言いますと、うん、やっぱりほら、今、やっぱりペイパルのね、話も直近で上がってましたし、これ、やっぱりビットコインキャッシュですよ。あっちが結構元気はいいでしょ。で、ライトコインもワンチャンね、ブリート、ちょっとビットコインキャッシュ今いくら、ぐらいですかね。あ、昨日案内したネイチに戻ってきて、うん。ごめんなさいね、シャックルが止まりません。うん、またね、ちょっとロングチャンス的な感じで出てきましたね。で、昨日ほら、あちら、覚えてらっしゃいます？パイナポー TV の方で、ビットコインキャッシュね、その後に、私も、あちら、テレグラムの方でね、コメントをしたんですけども、基本的にはね、このね、サポートラインを割れ込むまでは、うん、持っておいてもいいんじゃないかなと思います。ここで握った分で、やっぱりこのね、移動平均線を割れたりすると嫌でしょう。ですから、もしね、もし、損失をちょっとでかくなるのが嫌だなって思う方であれば、うん、やっぱり短期の移動平均線とかを割り込む、もしくは、重要なラインでね、握ってきたところで、まあ、ちょっと割れ込んで、ちょっと下ぐらいまで落ちてきたらもうすぐ損切りをする、みたいな感じで、捉えている方もいると思うんですけども、うん、基本的にはね、サポートライン割れで、まあ、逃がして、損切りをしていくのがいいのかなと思います。そこまで待てる方であればですよ。うん、FX とかね。でも、なかなか待てる方もね、いないと思いますから、うん、ちょっとね、こうね、やっぱりほら、損失がでかくなるのはやっぱり嫌でしょうからね。うん、だから、例えばこの状態で行くならば、もう完全にここ、もし損切りをするんであれば、本当はここを割れてから逃がしましょうねって、だって結構ね、こうほら、サポートされてるの明らかでしょ？この100日の移動平均線に。わかりますよね。トーントーンって、サポートされてますので、基本的には落ちてきても、このね、うん、移動平均線、長期の移動平均線を割れるまでは持っておいてもいいのかなというふうに感じております。ですけども、一応ね、例えば、ライトコインであれば、この148ドル、もう少し抜けたらロングチャンス。だからこれちょっと案内させていただいたんですけど、抜けた後に、ね、ここ、サポートと、ちょっと落とされてサポートとするじゃないですか、赤いライン。で、そこから握るじゃないですか。で、ここを割れ込んでさっき言った話ね、持ちこたえられる方であれば、このね、赤いラインを割れたら損切りしましょう。ですけども、多分レバレッジかけてると思いますので、損失がでかくなるの嫌でしょ？だからそういう風に嫌な方であれば、逆にもう割れ込んだらすぐ損切りして、落ちてきた時の赤いラインで押し目ロング入れて、またすぐパンと上昇狙っていくっていう感じの方がいいんじゃないかと思ってね、まあ、いわゆる言わさせてもらってます。これが、私がいろいろね、こうね、損切りを、この重要ラインのほぼほぼ下でもう割れ込んだらすぐ損切りしていいですよとか言っている心理はそれ。
逆に下に落ちてきた時の支えとなるところ、サポートラインとかで支えが入った時に逆にロングインをしてね、うん、反発狙っていく。で、そういう時ももし割れたらもうすぐ逃がしていけるじゃないですか。そういった形でしていくのがね、ある程度資金的にもダメージ受けずに済むかもしれませんので、そういったやり方も、もしくはそういうのがめんどくさいんであれば、もう重要なこのね、長期のサポートラインを、ごめんなさい、長期の移動平均線を、そうですね、長期の移動平均線を割れ込んだらもうすぐ損切りをするみたいな感じでいいでしょうということでございます。ちょっと話が難しかったですね。申し訳ございません。まあ、おいおいそういった話もしていきましょうかね。で、ごめんなさい。ライトコインは、とにかく今ね、148ドルを超えたら、177ドルまで行く可能性がね、ありますよということで、押さえておいていきま、ください。ということでお願いします。押し目買いはこの長期の、移動平均線が押し目買いになりますので、そこはね、意識をしておいてください。もう少ししたらチャンスよ。本当に稼ぎば来るよということでね、親指ボタンを上にグッと押しておいてください。そう、グッドボタンを押してくださいとかじゃないですよ。はい。ご自身の心の中でね、よしみたいな形でございます。はい。それではね、本日第1部の配信、以上とさせていただきます。第2部の配信はね、今日のまた早い時間にしていこうと思いますので、それまで楽しみ。あ、もしかしたら今日はね、9時ぐらいになるかなと思います。9時ぐらいかなと思いますので、楽しみにね、お待ちください。そしてチャンネル登録者の方がなんと、8515名の方に登録をしていただいております。ありがとうございます。本当にありがとうございます。はい、皆様のね、高評価であるとかバッドボタンでも全然構いません。あとはコメント等ですね、ここがあるおかげで YouTube の方におすすめに上がっているんでございましょうか。あとは初めて聞かれた方、ぜひともぜひともよろしくお願いいたします。チャンネル登録というボタンをよろしくお願いいたします。はい、それではね、本日第1部の配信、以上とさせていただきます。はい、それでは本日日曜日、皆様楽しんで、あちらでございますよ。楽しんでお過ごしなさってみてください。では、バーイ、チャッ。